ドホックスは2017年のスペイン映画。言語はガリシア語。監督は本作がデビュー作品となるアンドレス・ゴテラ。カルロス・ブランコ・ビラ、アントニオ・ドラン、ミゲル・デリラ、メラニア・クルス、ヴバン・マルコス、マリア・コスタスなどが出演している。ドホックスという題名は犬を意味するドックスと豚を意味するホックスをつなげた造語である。 オーレンセ国際映画祭でのゴテイラ監督とキャスト人本作はガディックとルーゴ県政府から資金提供を受けており、また予算の一部はクラウドファンディングで400人以上のパトロンから得ている。制作会社はゲートフィルムズとピクセルフィルムズ、ビベーロ、アス・ポンテス・デガルシーア・ロドリゲス、ア・コルーニャなど、 ガリシア州各地で撮影されており、アンダルシア州アルメリア県のタベルナス砂漠でも撮影が行われている。本作がデビュー作となるアンドレス・ゴテーラ監督は、デイビッド・リンチやマーティンス・スコセッシやジョン・ダールの作品の要素を貪欲に吸収して、本作品を制作した。脚本もゴテーラ自身が執筆している。アルゼンチンのブエノス・アイレス、国際インデペンデント映画祭のアバンギャルド。 部門作品賞にノミネートされ、2017年4月19日にプレミア上映された。2017年10月9日には、カタルーニア州のシッチェス映画祭でも上映されているが、本作はこの映画祭で上映された初のガリシア映画である。2017年10月21日には、ガリシア州、オーレンセ県、オーレンセで開催された、オーレンセ国際映画祭でも上映された。 メストレ・マテオ賞を手にするゴテイラ監督ガリシア州最大の映画賞はガリシアオーディオビジュアルアカデミーが主催するメストレ・マテオ賞であり2002年に初開催されている2017年のメストレ・マテオ賞では14部門に計17ノミネートされ歴代最多の13部門で受賞したありがとうございます